おはようございます。ケンです。今日は FSD と世界戦略が加速した歴史的な州というテーマで テスラの一週間を総まとめしていきたいと思います。この一週間は FST、自動運転、ロボタクシ、ー、生産戦略、さらに各国の EV 政策まで多方面で大きな動きがありました。そしてこれらは一見バラバラに見えますが、実は一本の線で繋がっています。テスラが次のステージへ進む流れがこれほど明確に見えた週は久しぶりです。ではまず最初の結論としてお伝えしたいのは、今のテスラは AI フェーズへの本格移行、これを加速させながら、世界3つの領域で異なる未来戦略を同時に動かしているということになります。アメリカでは FSD のバージョン14が一段と進化し、欧州では FSD の社会実装へ向けた体験フェーズが立ち上がり、インドでは長期市場を見据えたインフラ投資が始まりました。さらに生産体制では ギガベルリンが二交代制に入り、政策面ではイギリスが ev への走行距離課税へ踏み切りました。このようにテスラを取り巻く、世界は今転換点を迎えています。では、最初に。 北米で起きている最も重要なニュースから深掘りしていきます。それが FSD のバージョン14の進化です。今回テスラは最新のハードウェア4、いわゆる AI4 を搭載した車に対して FSD のバージョン14.2の30日間の無料トライアルを開始しました。ここで注目したいのは無料トライアルの対象がハードウェア4限定という点です。これまでのテスラは FSD の普及を広げるために幅広い、U をーーを対象に無料体験を提供し,てきまし,たしかし今回は全く逆で最新世代の車に絞り込んできましたその理由は非常にシンプルで FST の性能が最大限発揮されるのがハードウェア4世代だからです FST のバージョン14は運転手が介入するまでの距離が大幅に伸びましたこれまで460マイル程度だったものが最新データでは 5300マイル前後に伸びていると言われています。 ざっくり10倍以上です。特に街中での介入が減っている点は AI としての判断能力が一段と強化されている証拠でもあります。これは単なる性能の向上ではなく FSD が実用レベルに近づいているという非常に大きな意味があります。次に欧州で起きている動きも見逃せません。欧州は世界で最も自動運転に厳しいとされる地域です。これは自動車産業が政治や 雇用と強く結びついているため、規制の影響力が巨大だからです。その欧州でテスラはいきなり f s t を販売するのではなく、まず同情体験という形で f s t のスーパーバイズドの体験を始めました。対象はイタリア、フランス、ドイツ、この3カ国です。これは欧州文化に非常に合ったアプローチです。欧州は新しい技術に対して、 まずは体験し、理解し、議論し、そして承認するというプロセスを重視します。体験なしに承認されることはまずありません。そしてスウェーデンのナッカという自治体では FST の行動テストが正式に承認されました。スウェーデンといえばテスラと労働組合の対立が続いていることで有名ですが、そのような政治的混乱の中でも 行動テストがが通ったという事実は非常に大きな意味があります社会的議題として FSD が扱われ始めたという証拠だからです。社会的議題になれば議論と制度化が進み、あるタイミングで一気に導入が進む可能性があります。欧州での FSD の展開は2026年から2027年が 一つの勝負になるんじゃないかなと僕は見ています。では次に生産面の大きな動きとしてギガベルリンの完全二交体制がスタートしました。これによってベルリン工場の生産能力は大きく引き上がります。背景にはモデル Y のジュリパー。この売れ行きが非常に好調なことがあります。特にヨーロッパ市場では価格競争だけではなく総合的な完成度、 これで車が選ばれるトレンドへ移っています。その中でモデルワインのジュニパーはデザイン、内装の質感、高速距離、安全性のソフトウェアのアップデート性の全てが高く評価されているため需要が再び高まっています。さらにノルウェーでは モデル3とモデル Y が今年買うべき車として選ばれています。ノルウェーは世界で最も EV 化が進んだ国で EV ユーザーが成熟しているという特徴があります。その市場でファミリーカーとして最適と評価されたのはテスラの EV が単なる航続距離や価格だけではなく総合的なプラットフォームとして評価されている証拠です。これは未来の世界市場がどのように変わっていくのかを示す非常に興味深いシ シグナルじゃなないいかなと思いますそして、政策の転換点として、イギリスが2028年から EV への走行距離課税を導入すると発表しました。これまでは EV が燃料税の対象外だったことで、ランニングコストが低いというメリットがありました。しかし、EV が普及するにつれ、ガソリン税による税収が減り、道路維持費が確保できない問題が浮上してきました。この政策は表面的にはマイナスにも見えますが、逆に言えば、 EV が当たり前の時代に入ったということでもあります。政策が EV 前提の時代に合わせて動き始めるということになります。そしてこの政策の転換っていうのがもしかしたら今後世界中に、そして日本にも入ってくる可能性っていうのは十分に考えられますので、今後の世界動向も注視していかないといけないなと思っています。では次にインドで起きている動きを見ていきましょう。販売台数はここ数ヶ月でわずか100台ほどと非常に厳しい 状況ですしかしテスラのインドのグルグラムに北インド最大級のテスラセンターを開設しました。このセンターでは市場 購入、納車、アフターサービス、充電、その全てがワンストップで完結できるセンターとなっています。では、なぜ販売が伸びていない中で、こんな大規模な投資をするのか。その理由は、インドが将来的に世界最大の EV 市場の一つになる可能性があるからです。インドは人口増加が続き、 都市化が進み、電力事情も改善しています。ただ、現在のテスラ社は、インド人の平均所得に対して高すぎるため、普及には時間がかかります。だからこそテスラは、今の段階で、インフラとブラントを先に作り、5年から10年というスパンで市場の拡大を狙っていると考えられます。 これは中国市場で成功したパターンと同じです。さらに報道では、テスラが中国サプライヤーを切り始めているという話題が出ましたが、テスラはこれを否定し、国籍ではなく品質とコストと供給安定性を基準にサプライヤーを選定していると説明しています。テスラは今、アメリカ向け、中国向け、欧州向けといったように、 地域ごとに異なる供給ラインを整える方向へ進んでいます。これは政治リスクを避けつつ、どの市場でも戦える安定したサプライチェーンを構築するための戦略です。そして最後はロボタクシー戦略の核心でもあるサイバーキャブの話です。ウェーモが公開したデータによると、ロボタクシー乗車の90%が2人以下でした。 一人乗りが7割、二人乗りが15%です。つまり、大人数向けのロボタクシーは需要がほとんどないということになります。二人乗りに絞ったサイバーキャブの設計は、このデータによって正しかったっていうことが証明されました。車体が小さくコストが下がり、稼働率が上がり、維持費も抑えられる。ロボタクシーが普及する未来において最適化されたデザインとなっています。 では、ここまでお話ししてきた内容から、今週のテスラが示している未来をまとめていきたいと思います。まず、FST はアメリカで実用レベルに近づき、欧州では体験フェーズに入り、社会実装が現実味を帯びてきました。次に、生産体制は、ギガベルリンが欧州だけではなく、グローバル供給基地としての役割を強めています。そして、製作面でも、イギリスの距離課税に常駐されるように、e、EV が前提となる世界が広がってきています。インドでは長期的な 市場育成が始まりサプライチェーンは世界各地で最適化が進んでいます全てをつなぐとテスラは車の会社から AI と生産最適化とインフラを構築するグローバル企業へ進化しつつあるということになりますロボタクシー、FSD、グローバル生産 EV 政策、長期市場育成これらが一気に動いた1週間となっておりますまさに未来の形が見えた歴史的な週じゃないかなと僕は思いますけれども皆さんどうでしょうかそして 皆さんに聞いいいてみたいと思います皆さんはテスラの未来をどう捉えましたか ?FSD はどこまで進化すると思いますかそしてサイバーキャブが世界中で走る未来っていうのは来るのでしょうかぜひ皆さんの意見をコメントで教えていただければと思います。 はい。ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだなく方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた 通信です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果、これを見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は391.09ドルで、今週末が430.17ドルということで、正解は上がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきます。 今回は799票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて67、67%でこれらの方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、5名の方が正解となっております。そして、3週連続正解されていた AW139MK2 さんが、ここで外れてしまいました。 残念です。そして連続正解者はすべて外れてしまい、現在は1週のみとなっております。このアンケートですが、4週連続正解された方には、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。ぜひ皆さん参加してあげてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、 実際に毎週毎週やることでその難しさがわかると思いますそして株式投資で上がるのか 下がるのかそれがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思いますしかし毎週行い自分はこういった理由から上がると思う下がると思うと毎週毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います僕の youtube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く主張されていて投資をする際には何かしらの根拠や 分析をもって投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったらいいねボタンを押してあげたりコメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思いますということで本日もアンケートしますのでぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてくださいきっとご自身のレベルアップにもつながると思います締め切りは明日までですはいということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます素敵な一日をお過ごしくださいではまた